コンピュータグラフィックス、コンピュータグラフィックスとは、コンピュータを用いて作成される画像である。日本では和製英語のコンピュータグラフィックも使われる。CG は主に 3D CG、3次元コンピュータグラフィックスと 2D CG、2次元コンピュータグラフィックスに対別される。しかしながら、2D、3D の区分は、方法論としての区分。 作成のプロセスによる句で作品としての CG は 2D、3D のどちらかで作られたと単純に大別はできず 3D の手法で作られた画像を 2D の手法で加工したり 2D で描いた絵の上に 3D で作った画像を構成するといったこと頻繁に行われている CG はノイズのない鮮やかな色彩、修正や編集の容易さなどを提供する 現在では映画、テレビコマーシャル映像やイラストレーション、漫画などあらゆる画像、映像制作に使われる一般的な方法して定着した。実写による映像もコンピュータによって調整が行われることも珍しくない。英語圏で CG といえばコンピュータによってレンダリングされたグラフィックス 3DCG を指す。 2D のイラストは本来ドローイングというのが正解だが日本では 3D と同様に CG と呼ばれるため CG イラスト、CG イラストレーションなどといった造語が慣用的に用いられ定着している。そのため英語圏において CG イラストを指して CG、コンピュータグラフィックスなどというといぶかしがられることもあり注意が必要である。3D においては コンピュータシミュレーションによるリアルな映像、視点の変更の容易さ、手書きと比較して滑らかなアニメーション、実際に撮影セットを作らなくても良いことによる非現実的な像が可能であることなどを特徴とする。3DCG の制作プロセスは、形状データを定義、作成するモデリングと、形状データから最終的な画像を出力するレンダリングに対別され、レンダリング技術には、 スキャンライン、レートレーシング、ラジオシティなどがある。また CG は、フォトリアリスティックとノンフォトリアリスティックに分かれる。前者は限りなく精密で、写真と見まがうようなリアルなものを追求し、後者は逆に鉛筆や絵の具で描いたような画像を作る。ノンフォトリアリスティックな画像生成は1998年頃から、シーゲグラフ、C グラフで流行り出した。一方、 従来から研究されているフォトリアリスティックな画像生成では近年は実写と上手に構成するイメージベースドレンダリング、例トレーシング法を改良したフォトンマッピングなどがさらに研究が進められている。立体的な表現であってもドローイングの編集ソフト、カレルペインターやアドビフォートシャップ等で制作した画像はドローイングとされるが 3DCG として制作し出力された画像を蒸気、ソフトウ等で編集することもよく行われる。ドローイング、ドローイングは単純にコンピュータを使って描く絵で、主にペイント系、ドロー系の二つに分類される。ペイント系ソフトはフリーハンド描画や写真修正に適した仮想ベースのラスタ形式とも呼ばれ、ドロー系ソフトはロゴデザインや設計。 製図などに適したベクタ形式とも呼ばれる。アプリケーションの中で2つの表現形式が混在しているケースもあり、さらにペイント系アプリケーションは伝統的な筆や画材をコンピューター上で再現したように手で描く、ペイントグラフィックと従来暗室などで行っていたような写真の修正や合成を主とするホトレタッチの2つに対別される。ドローイングで扱われる技術は、 イラストレータや漫画家の効率化と表現の拡大に貢献している。3DCG はコンピュータに物体の形状、カメラの向きと画角と位置、光源の強度と位置などの情報を入力して、コンピュータ自身にプログラムで画像を計算、生成させる手法を言う。人間が手で描く必要がなく、カメラの位置を少しずつ変えたり、 物体の位置を変えたりするだけで、一旦作った情報から異なる画像を大量に作り出すことができるため動画制作に向いており、近年の映画のリアリティ向上に多大な貢献をしている。またゲームなどでは、主人公に360度の視界を持たせることができるなど利点が多いため多用されている。3DCG の最終的な出力先であるディスプレイやスクリーンなどは二次元。 2D だが、3DCG は、作成時に持っている情報が3次元、3D である。カナダドル、コンピューター、A デットデザインは、コンピュータを用いて、設計をすること。あるいはコンピュータによる、設計支援ツール及びそれらを統合したシステムのこと。建築物や、工業デザインなどの分野でそれぞれに専門化した、ソフトウェアが使用される。 二次元カナダドルと三次元カナダドルに対別されるが、設計図を作成する目的に特化しているので、設計の技術や知識を持っていることが使用の前提となる。レンダリング等のいわゆる 3DCG としての出力には別のソフトの支援を要する場合が多い。ムービー、ムービーとは動画のことである。アドビ社のプレミア、カレル社のビデオスタジオなどの動画を扱う。 専用ソフトで編集する。特殊効果には同じアドビ社のアフターエフェクトなどがよく使用される。本格的に CG が映画に採用されたのは1982年のトロンからだと言われているが技術的、予算的な制約により実際には大半のシーンでは CG に似せた手書きのアニメーションや光学合成を要していた。日本でも1980年代初めに 大阪大学工学部、大村光一助教授、当時の研究する並列処理コンピュータ、リンクスマイナス -1 を使った、メタボールによるモデリングを利用した、ゴルゴ13などでやや的古くから活用されていた。俺たち表金属のオープニングやアニメ、タイムボカンのタイムスリップのシーンなども有名である。1985年に開催された、科学万博では各パビリオンで、 多くの CG が使用され、世界初の全天襲立体映画、ザ・ユニバースが上映された。1990年に開催された花の万博では、液晶シャッター式のカラーの全天襲立体映画、ザ・ユニバース2が上映され、幕張では2000年代初頭には、エンカウンターが上映された。初期には制作コストが高かったために、CG 風の斬新なイメージを求めて、 実写合成などを行ったものも多く存在した。例として1981年のニューヨーク1997では、グライダーが夜間飛行をするシーンのモニター映像は 3DCG 風ではあるが、実はリスフィルムによる撮影と光学合成を駆使した実写合成である。この手法はテレビコマーシャルなどでも多用された。黎明期ならではの出来事である。 映画における CG は1990年代前半に飛躍的な進歩を遂げた。まず、1991年のターミネーター2における VFX で注目を集める。続いて1993年のジュラシックパークでは CG が従来のストップモーションアニメーションに全面的にとって変わった。そして、1995年の トイストーリーはフル 3DCG で作成された初の劇場用長編と銘打って公開された。2000年代に入ると多かれ少なかれほとんどの映画で使われるようになる。現在では時間とお金さえかければ作れないシーンはないとまで言われている。かつてはスキーなどの高性能ワークステーションや専用のレンダリングサーバー、時としてスーパーコンピュータなどを用いて レンダリング処理を行っており、大変コストがかかるものであった。その後パソコンの高性能化に伴い、安価で高性能なパソコンを使って分散レンダリングを行う方法が主流となってきている。安価なパソコンをレンダリング専用にクラスター化したものをレンダーファームと呼び、大手プロダクションでは数百台規模のパソコンをクラスター化する例が多くなっている。普段は レンダリング以外の業務用に使われるパソコンを就業時間後にレンダーファームに組み込んでレンダリングに転用することで効率化を図っている例もある。例えばタイタニックやジラシックパークなどレンダリングによりあらかじめ一枚一枚の画像を作りそれらをつなげて映像化したものをプリレンダリング映像という現在の映画はべてこの方法によるものであるがゲーム機では リアルタイムのレンダリングによる映像の提供も進んでいる。1枚ずつセルに絵の具、アニメカラーで再色する工程を踏んでいた。アニメーション制作にもコンピュータ再色、閉じたエリアに色を流し込むを導入することで効率化が図られているが、日本では1983年の NHK アニメーション、小鹿物語が最初とされる。特殊効果。 VFX に CG を使用することは一般的に行われており、以前は専用の機材を用いて、主に CG は特撮、SF 映画で使用されていたが、汎用で安価な PC の発達により、現在では一般の映画、または映画並みの特殊効果が要求される連続ドラマでも多用されており、街全体を仮想的なセットとして作るような目的では、 一見しただけでは CG であることを意識させない作品も多い。日本でパソコン CG が一般化する契機となったのは1985年に発売された NEC の PC-9801VM、PC-9800 シリーズあたりからで640、400画素ながら4096色中の16色をインデックスカラーで表示できるというスペックで 特に、コンピュータゲームの表現力の向上に貢献した。日本国内のパソコンはまだ、グラフィックデザインの分野で実用するには、貧弱なものであったが、1987年に、最初のカラー仕様のマッキントッシュ E 6、6 4 4 8 0画素ソフトウェアによる、インデックスカラーでの256色同時表示が、登場してからは、次第にグラフィックデザインの分野で、 マッキントッシュが浸透していった。本格的な普及は、その数年後、カラーイメージスキャナーやカラープリンターなどの周辺機器が充実し始めた頃からである。マッキントッシュは、早い時期からウィジーウィグの考え方を導入していた点も、グラフィックデザインに CG を導入するには重要な点であった。1980年代は、様々な企業がデザインへの応用を目的とした。 CG システムを発表している。服飾メーカーの純和 4D ボックス512-512画素16777216色中256色同時表示を開発。今ではパソコン周辺機器メーカーとして知られる IO データ機器もほぼ同様なスペックの西陣織デザインシステムを開発した。また日本ビクターでは CG アニメーション専用システムを発売、ヤマハム YIS シリーズがデザイナーから注目を浴びた。アニメにおいては、1983年公開の映画、ゴルゴ13や、1983年、NHK 総合テレビ放送の、小鹿物語ザ・リング、1984年公開の映画、ドラえもんのび太の魔界大冒険以降に、CG が使用され、その後、 1993年から NHK 教育テレビの天才テレビん内で放送されたバーチャル三部作においてアニメや実写とともに CG が使われている。アルファブレンディングなどを使った光線や爆発の表現を得意とする一方、手を抜くと容易に質感や量感の乏しい丸でプラモが飛び回っているような絵になってしまう。 重厚感を出す部分は CG を下地にしていても未だ手作業に頼る部分が多い。その他、ゲームにおいて OP やイベント等に CG アニメが使われている。1973年にワイヤーフレーム表示の 3D メールを使ったメイズウォーが、その翌年には宇宙を舞台にしたスパッサムが登場している。アーケードにおいて エキシリが1978年にスターファイアを、アタリが1980年にワイヤーフレーム表示のバトルゾーン、1983年にアイ、ロボットや、スターウォーズ、セガが1982年にキジ 3D シューティングのズーム909や潜水艦ゲームのサブロック 3D を出している。アップル2においてシリウスソフトウェアが1981年に 疑似 3D シューティングのエポックやハドロンを出している。PC-6001 において、アスキー出版が1982年にオリアンを出している。あたり8ビットコンピュータにおいて、1984年にボールブレイザー、1985年にレスキューオン、フラクテラス等の疑似 3D 処理を使ったソフトが登場している。ファミリーコンピュータにおいて、1987年に 3D メールを使ったデジタルデビル物語女神テンションが出ている。1988年にはあたり7800において F-18 ホーネッツ等のソフトが出ている。スーパーファミコンにおいては1991年のパイロットウィングス等に使われた DSP-1 による疑似 3D 処理や1993年の スターフォックス等に使われた 3D アクセラレータのスーパー FX チップが存在た。1992年アーケードゲームの基盤において、セガが 3D 描画機能のあるモデル1を開発。翌1993年に初の 3D 格闘ゲームバーチャファイターが登場する。その後、1994年にスーパー 32X、セガサターン、プレイステーションが出て以降、 3D のゲームが増えることとなった。ファイナルファンタジーにおいては、1997年の FF7 以降 3D に、ドラゴンクエストにおいては DQ7 以降 3D になっている。CG を主軸に置いたゲームとしては、セガレイジリー1999年や、半熟英雄対 3D2003 年等が存在する。黎明期。 1980年代において CG は主にアニメの一部や CM、ニュースの OP 等に使われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。